ブライアン・ブルーニーは、アメリカ合衆国オーレゴン州、クラトソップ軍アストリア出身の元プロ野球選手。2000年の MLB ドラフトで、アリゾナダイヤモンドバックスから12巡目指名を受け、プロ入り。2004年5月8日にメジャーデビューを果たし、わずか30試合にしか登板しなかったが、31.1イニングで34奪三振を記録。2005年は、クローザーも務めたものの、 コントロールの定まらないピッチングが続き、7.00台の防御率を記録。シーズン途中にはマイナーリーグに落とされた。2006年はニューヨークヤンキースと契約。2007年は中継ぎの一角として期待されたが、コントロールが定まらず、イニングより少ない批判打数ながら37個も支球を与え、1イニングに何人のランナーを出したかを、 示すホイップは1.62だった。当番ごとに波が大きく大事な場面での失点も目立った。2009年12月7日にジェイミー・ホフマンとのトレードでワシントン・ナショナルズに移籍。5月25日に解雇される。2010年1月1日にミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約を結ぶが、6月21日に自由契約になり、7月2日に ニューヨークメッツとマイナー契約。12月には、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結ぶ。2011年5月にメジャーに昇格し、23試合に登板したが、8月15日に自由契約になった。2012年1月23日、ホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。